シュミット上級大将、ルドルフ・シュミットは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍上級大将、ベルリンに生まれる。1906年9月に入営し、第83不評連隊に、士官候補生として配属される。1908年に少尉に任官。第一次世界大戦勃発前は注意。大戦中は、当初東部戦線。 ついで西部戦線の偵察部隊に従軍。1915年に大尉に昇進後参謀将校となり終戦まで第四軍参謀として勤務する。戦後、バイマル共和国軍に採用され国防省に勤務。1927年2月に少佐に昇進。1931年4月に中佐。大佐に昇進し、1934年に第13不評連隊長。 少々に昇進した後、1937年10月に第一装甲士団に転属となった。1938年に中将に昇進。1939年9月のポーランド侵攻に同士団を率いて従軍、翌年2月に第6軍団司令官に転じる。フランス侵攻では同軍団を指揮し、6月に騎士鉄十字章を受章した。 同月総工兵大将に昇進して、第二軍司令官に任命され、モスクワの戦いの最中の1941年12月に、第二総工軍司令官に任命された。直後の1942年1月に、上級大将に昇進。1943年4月、戦争遂行をめぐって上層部を批判したため、更迭され、軍法会議にかけられた。 無罪となった者の,の相当予備となり、1943年9月末をもって退役させられた。1945年に住居のあるバイマルでソ連軍に逮捕され、1955年9月に釈放された。西ドイツのクレーフェルトで死去した。ありがとうございます。